2日間どうもお疲れ様です。はい、どうもこんにちは、榎本勝生です。ですね、まあ1月のですね10日、まあ、昨日ですねと、今日11日と、まあおそらく2日間ですね、入試の方を受けられたと思いますね。で、まあ再三お伝えしましたけども、まあこの辺の入試に関してはおそらく第一志望の方いないんですね。まあ第一志望は当然2月1日以降かと思います。ですので、まあそのまあ練習ということのまあ意味合いで、受けるということをしたと思います。で、これ実際受けてみるとですね、まあいろいろお感じになったことあったと思います。まあ普段の模試と違ってる部分っていうのがまああると思いますので、せっかくちょっと受けた、ことですね、これをぜひ次に生かしていただきたい。まあ午前午後受けるとですね、やっぱり午前終わって午後の移動の段取りだとかですね、まあとなるとどのタイミングでですね、本人に弁当食べさせようかとか、まあどっか食事しようかとかっていうのがあったと思いますので、まあその辺のこともぜひ次につなげていただけたらなと思います。で、昨夜から結果がですねいろいろ出てると思います。まあうまくいった方、またそうでない方、いろいろあったと思いますが、ただここでですね、ちょっと注意していただきたいことが一つ、一点、ちょっとお伝えしておきたい、ことがあります。何かと言いますとですね、2月、まあ多く2月だと思うんですけど、2月の、第一志望校ですね、もし仮にですね、今回苦戦してたとしてもですね、絶対変えちゃダメですね。これはちょっと絶対と言ってきたいですね。というのは、志望校下げるとですね、まあ勉強のレベル間違いなく下げます。あと3週間しかありません。3週間やることというのがですね、そういう、なんていうかな、志望校を下げると、どんどん妥協していくんですね。まあこの程度でいいかなとか、まあこれはもういいかなとかですね。まあそういう風になっていくので、それは非常に良くないですね。うん、良くないですよ。絶対ね。はい。なので、くれぐれもですね、まあ、出てしまった結果はもう変えられませんので、これからをですね、良くするために、絶対に、志望校ですね、特に第一志望校の方はですね、変えずに、とにかく受けに行くという覚悟をですね、改めてしていただきたい。以上でございます。